こんにちは。ホームページ作成講座の初谷です。今回は画像作成ソフト GIMP のこのツールボックスの下にあるツールオプションが消えてしまった場合の表示のさせ方について解説をします。はい。このツールボックスの下のツールオプションは、これツールオプションはちなみにこのツールボックスで何のこのボタンを押すかによってですね、当然変わってくるんですけれども、はい。そしてこのツールオプションの この矢印をクリックをしてタブを閉じるを押すと消えてしまうんですけれどもこのツールオプションを再生するにはですね今から行う手順をたどってくださいはいえまずこの真ん中の画像ウィンドウの上にあるこのメニューバーのこのウィンドウをクリックしますはいそしてドッキング可能なダイアログをクリックをしてですねはいそしてツールオプションをクリックします そうするとこのようにツールオプションがこのツールボックスの下のところからこの飛び出た形で表示されます。はい。ちなみにこのツールオプションはこのツールボックスで何のアイコンを選択しているかによって変わるんですけれども、はい。例えばこのテキストのアイコンである A が選択されている状態ですと、このツールオプションのこのところがですね、名前がこのテキストになってますから、はい。このツールオプションの名前のところを マウスで一回クリックしてそのままぐーっとドラッグして引っ張ります。そしてこのツールオプションが元々あったところまで移動させて、はい。ここでマウスを離すようにします。はい。はい。そうすると、ツールオプションのこのウィンドウがですね、このツールボックスの下にこのようにぴったり収まって表示されるようになります。はい。以上がツールオプションが消えてしまった場合のツールオプションの 表示のさせ方、そしてこのツールボックスの下にぴったり収める方法についてでした。